みなさんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。BTS の最年少メンバー2人で、通称、グクミンと呼ばれる仲良しコンビジミンとユングクークによる、BTS ユニット発のトラベルバラエティ、「Are You Sure」が、ディズニー公式動画配信サービス、ディズニープラス、ディズニープラスで8月8日より独占配信される、全8話、初回には、以降、毎週木曜日1話ずつ。 本日、山のグリーンと空のブルーが爽やかで鮮やかな本ポスタービジュアルと本予告が解禁となった。本ポスタービジュアルは、自民とユング・クークが自然を感じ、癒されているような表情が印象的で、2人がツーリングを楽しむ姿も見ることができる。動画、Are y ユー・シュア e 本編への期待高まる予告映像、アメリカのニューヨーク、韓国の最終島。 そして日本の札幌を訪れた2人の自由気ままな癒し旅、を追った本作。解禁となった本予告は、食事をしながらカメラに話しかける、リラックスムードのユング・クークと自民の姿から始まる。夏のニューヨークでは、広大な青空の下でカヌーを必死に漕いだり、自然の中をハイキングする様子も。アメリカのスーパーパでは まさか本人を前にしているとは思わない店員が BTS を知っている。と彼らに尋ねる場面もそれに対して「多分ね」と答えるユング・クークに「多分と聞き返す自民思わず爆笑してしまう2人の姿は必見だ秋の最終島では海を満喫大海原の船の上で最高にいい気分自由だと解放感に浸る2人 シュノーケルや釣りにも挑戦し、海のアクティビティに大満足の様子。そして、冬の札幌では、スノーボードで盛大に転げ落ちる貴重な姿も。メンバーに会いたいなとちょっぴり寂しそうな表情を見せるユングクークに僕、メンバーだけど。と突っ込む自民や、運転中のユングクークに助手席からコロッケを食べさせてあげる自民。ン二人ならどこへ行っても、何をしても楽しい。 そんな仲良し、グクミンのありのままの関係性がわずか2分ほどの本予告からも感じられる。この旅を通して彼らが見つける彼らにとってのシュアー、確かなものとは配信を記念して旅の舞台となった北海道、札幌の中心部に位置する複合商業施設、札幌ファクトリーにてポップアップ、ジミーユング・クーク、ああいうシュアー。 ポップアップイン札幌を開催することも決定8月13日18日毎日午前10時午後8時の開催中は誰も自由に入場できる会場では2人と一緒に旅をしているような雰囲気を楽しめるフォトロケーションや訪れた場所を示したロケーションマップや思い出フォトのパネル展示あなたにとっての「シュアー」「確か」「名もの」&「応援メッセージ」が書けるメッセージボード そして会場限定の札幌エピソード先行映像などが楽しめる展示内容は変更になる場合ありどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう